段位、赤で書きました。和国統頂側です。つまり天智天皇がもはやかなり実力を持っていて、恩賀団に向かって、お前たち白村江で唐の軍隊と出会うても戦わないよ、頑張って戦った方だけがどうも沈んだみたいです。これ記録を追いかけて、太宰府から出土した2つの団員から考えても可能性高いでしょう。ただの妄想だと思われます？白村江の謎です。もう一回いきますよ。和国本庁隋唐と喧嘩しましたよ。和国統頂もう遣唐使出しましたよ。白村江の前に事実でしょ。領書に書いてあるんですもん。領書に書いてありますもんね。私何一つでっち上げてないですよ。ただ分類しただけですよ。じゃあ和国本庁が負けたんです。 NHK が言うように天智天皇白村江で負けてないです。同盟国ですもん。負けるわけないやないですか。そうしますとね、こんなことが起きるんですよ。戦後処理、はい、党の機微政策、地方は地方で治めろという政策ですね。筑紫都督府を置く、太宰府は占領されたんです。この時代にですよ、中国に支配されたんですよ、占領されたんですよ。仕方ないですね、はい。天智側すごいですよ。これが変なんですよ。筑紫に来たのが9月20日、22日に教官を立てまつるという記事があるんですよ。え、筑紫の君幸山はもう捕まってるよねって、太宰府占領されたよねって、誰にこれ中国の天使の親書を渡すのって。いや、私はどう考えても、いや、これ天智天皇以外おらんやんいうことになったわけですよね。それで天智4年の記事にこんなのがあるんですよ。冬10月土の問い1日、の、土の問取り、大きに宇治河原阿蘇熊社にけむすというのがある。越兵したって言うんですよ。唐の軍隊をね、越兵しとるんですよ。これ天智天皇記に書いてあるんです、ちゃんと。たったこれだけの文字です。で、何これと。で、いつも引き合いに出すんですが、例えば昭和天皇、太平洋戦争に敗れたと、マッカーサーの軍を越兵されました？無理でしょ、敗戦国の王が。勝者側の軍隊を越兵するなんて、なさるなんて、ありえんことですわね。天智天皇なさったんですよ。ほら、唐と密約してた。よう、お前さんのおかげで勝てたよ。ね。だから、ちゃんと挨拶来た。ああ、よう来たね。迎えたわけでしょ。で、機微政策に、和国統頂に主権を授く。これからは天智天皇さん、あんたさんが国をまとめなさいって。茨城県まで領有した国が白村江の敗戦一夜で主権が変わっちゃったんですよ。弟国だったかもしれない和国統頂は一変に和国の主になってしまったんですよ。太宰府潰れたんです。そしたらね、田川の赤村に、ね、こんなね変な伝承があるんですよ。寿の滝、天智天皇が来られたって言うんですね。それで中国側の琴の名手と日本側の琴の名手がここの岩上で合奏したって書いてあるんですよね。で、余韻上々として滝に感応し、その音澄んで、琴の滝のごとくありしため、それ以来一段この滝の名を発揮したりという、寿の滝は天智天皇の宴会に由来するんだって書いてある。
最初私ここにいた時、なんでここに天智天皇のお遊覧そばした。そう、赤村もね、さすがにね、やっぱりもう日本書紀が出た後ですからね、向こうの近畿からね下って来られたって書いてあるんですよ。だからこれはないと、もともと天智天皇はやっともともと田川の人だって分かったんで、もう消しました私。でここで合葬したっちゅう、こんなのがね田川にいっぱい伝承残っとるんですよ。そしてその捕虜であった筑紫の君幸山はその白村江の翌年に帰ってくるんです。翌年に帰ってきますとですね、いきなりですね、ここに東宮大皇帝というのが出現するんでございますね。大皇帝というのは、でこの人がなぜか知らんけども、官位を、あとエトセトラを増し替えたという、この一文がね、めちゃくちゃ大事なんでございます。何したの、もう分かりますでしょ。わかりますですよ。要するに幸山帰ってきました。天の彼氏この孫、もしかし太宰府占領されています、もう王で亡くなった。それで多分東軍に命令されたんでしょうかね、お前は東朝の天智天皇のところ行ってそこで働け、一緒に国やれ言われたからしょうがないから、これナンバー2になったっていうことでしょ。これだから弟じゃないんですよ、弟分、天智天皇が兄貴分、幸山が弟分。そしたら名前いきなり変わっちゃうんです。大皇帝大天の皇子、それで私はイコールこれ筑紫の君幸山だって言い切ったんです。で筑紫側にも多くのまだ官僚が残ってます、役人たちが。その役人たちを今度は豊国側を頂点とするヒエラルキーの中に入れなきゃいけないから、筑紫の側の役人たちに官位を増し替えた。実も合うじゃないですか。だから俗説でも天武天皇の方が天智天皇より三つ上だって説ありますでしょ。そうですよ、本来兄弟じゃないんです。元田幸山も王様だったんですもん、筑紫の君ですよ。天智天皇はその言い方からいけば豊君だったんです。豊君です。もっとはっきり言いましょう、現在の天皇陛下、金城陛下、豊君です。筑紫の君じゃありません。はい、さあこれで天智の時代が、続きますね。これが問題でしたね。皇后年弱、この戸籍を作って唐に差し出したんでしょうね。唐の作法家に入ると。でこの時に、670年和国改めて日本と合す、自ら言う日いずるところに近しゆえになとなすと三国式に書いてあります。日本始まりました、田川で、日本国は田川から始まりました。はい、そして天智天皇10年病にかかります。でこの時に、東宮だった、大皇帝だった、筑紫の君幸山にお前後継ぐかって言って、そしたら、大天の皇子は、修行仏道戦と、ね、願い出た。それで天皇が許したから吉野に入ったって、あの山国町吉野に逃げるわけですね。だからもう筑紫の君幸山、大天の皇子はもう謀反を起こし始めてましたね。もうだから近江朝にも警戒されてます。でそれで、その病床に呼んで後を継がんかって言われて、うーんって言ったらもうその場で切り殺すつもりだったんでしょうね。しかし大天の皇子頭いいから、このままうんと言ったらすぐ殺されるよと思って、じゃあ私はもう仏像に入りますって言ってパーッと逃げちゃうわけですね。ただ多分この時の宮は仲間市にあったかもしれないんですがね、そこから山国町まで2日半で逃げていくわけですね。彦山を越えてね、地理的にぴったし合うんですよ。私来年にかけて壬子の乱の具体的な場所全部網羅して皆さんの前にお示しします。
福山さんその時呼んでくれます。人心の乱コースさあ日本国できちゃいました。大阪いないですよ。御殿地天皇ナンバーワンですね。そうすると九頭女が生きるわけですよ。日本は元小国、和国、茨城県までの地を合わせたり、違います？九頭女どこもそう書いてないでしょ。さあ日本国の建国は壬申の平、もうこの後壬申の平入っていきますよ。